フランクライアン・ポークフランクライアン・ポークはアメリカ合衆国の政治家。ニューヨーク州ニューヨークにおいてウィリアム・メクレンバーグ・ポークとアイダー・シュライアンの次男として誕生した。1894年にイェール大学を卒業して学士号を取得し、1897年にコロンビア大学法科大学院を卒業して法学博士号を取得した。 1906年から1913年までニューヨーク市の各種委員会で委員を務め、1914年から1915年まで法人弁護士を務めた。1915年から1919 19年まで国務省で三時間を務め、1919年から1920年まで国務次官を務めた。1920年2月から3月にかけては、 国務長官代行も務めた。国務省では、情報部門の海外活動について調整を図り、ロシアの反革命勢力に対して好意的な所簡を送った。1919年のパリ講和会議では、アメリカの代表団の方向性を指揮した。1924年、民主党の大統領予備選挙で、ジョン・ウィリアム・デイビスを支持した。1943年2月7日、 ニューヨークで死去した。1908年2月28日に、ニューヨーク市内で、エリザベス・スタージス・ポッターと結婚した。二人の間には三男二女が生まれた。ジョン・メトカーフ・ポーク、エリザベス・スタージス・ポーク、フランク、ライアン・ポーク、ジェームズ・ポッター・ポーク、アリス・ポッター・ポーク、ハット・ ABROOTSWE、B.com。R o o T S w e B. Com サムディセンダンツオブリチャードゲーンズオブオールドラップハン、カウンティ、バージニア、ザファーストナインジェネレーションズ、ユナイテッドステーツデパートメントオブステート、カウンセラーズ、ハットユナイテッドステーツデパートメントオブステート、アンダーセクレタリーズオブステート、1919 19から1972、ポーリッシュミュージックジャーナル4.1、01、パデレフスキーポーランド、エステンスアニバーサリー、パート3。 ありがとうございます。